ツァールスコエセロー・リツまたは帝国学習院はサンクトペテルブルク郊外のツァールスコエセローにあった教育機関であり、歴史的には創設者であるロシア帝国のツァーリーアレクサンドル一世にちなんだ帝国アレクサンドルリツの名でも知られる。すなわちそれは提出において重要なポストを占めるであろう、高級貴族の指定を教育する目的で1811年に、 創設されたロシア内務省直轄の理性である。ロシア文学史では、とりわけ、詩人アレクサンドル・プーシキンの才能を開花させ、彼の詩に歌われた学校として知られる。立位の庭学校の純則は1811年1月11日に公開されたが、皇帝の採火を受けたのはそれに先立つ1810年8月12日であり、その時、 エカテリーナ宮殿に隣接する4階建ての新しい棟が寄宿舎として、また、病院や台所、その他寄宿舎内の所要を満たす特別の諸施設がそれに付属するものとして認められた。管理スタッフの住居もまた同様であった。家具や調度品なども、このバシーリースター祖父設計の新古典主義建築の建物に与えられた。 サールス・コエセロ・リツイは1811年10月18日に開校された。最初の卒業生には、ロシア近代文学の父と称される、アレクサンドル・プーシキンと政治家で、ロシア帝国の外務大臣となった、アレクサンドル・モルチャコフが含まれていた。19世紀前半にあっては、ロシア貴族社会の上流過程では、指定を大学に進学させるよりも、リツイや、 陸軍幼年学校で学ばせて国家勤務につかせる進路を選択する傾向が強かった。立英は自由な学風で知られ、当初の修学期間は6年であった。立英の6年間で習得される教科、科目は次の通りである。立英の卒業は大学卒業と同等とされ、軍隊を志願する生徒のためには特に軍事教練が追加された。なお、 立位の際だった特徴としては、学校検証に生徒の対罰禁止の条項があったということが挙げられる。年老いたデルジャービンの前で彼の死を暗唱する14歳のプーシキンイリア・レーピンが1911年10月18日の開校記念日は毎年、酒盛りやお祭り騒ぎで祝った。プーシキンはそうした機会の旅ごとに新作の死を披露した。 1825年12月、ロシア帝国を揺るがしたデカブリストの乱には、立イで学んだウィリゲリム・キュフヘリベッケリア・イヴァン・プーシチンも参加しており、学友だった詩人プーシキンもこのザーリズムダハの運動の周辺にいた。1844年1月、立イはサンクトペテルブルク市街へと移転した。しかし、立イのあったザールスコエセローにおける文学の伝統は、 アンナ・アフマートバやインノケン・ティー・アンレンスキーなどの詩人によって20世紀まで及んだ。立英時代のアレクサンドル・ゴルチャコフを描いた学友、プーシキンのスケッチツアルス・コエセローに立英があった33年間で286名の生徒が卒業した。上述した人以外で有名な卒業生には次のような人々がいる。帝国、立英は、 1917年のロシア革命で成立した社会主義政権によって廃止された。ありがとうございます。